おはようございます、こんにちは、こんばんは。フィリピンアイです。今日もフィリピンのニュースをピックアップしてお届けします。フィリピンのマニラでは、同期派が所有する船舶であるガラクシリーダー貨物船に乗船していた少なくとも17人のフィリピンの船員が同期派によって航海で人質に取られたことが、外務省の外国人労働者担当次官であるエドゥアルド・デ・ベガ氏によって2023年11月22日水曜日に確認されました。この船はイスラエルの所有ですが、日本企業が運航していると外国人労働者担当次官は述べています。マニングエージェンシーによると、17人のフィリピン人が他の外国人と共にいます。私たちは心配しています。これは初めての人質事件ではありませんが、ハマスとイスラエルの戦争と関連があるため、これは注目に値するものですと外国人労働者担当次官は述べています。同期派はハマスと連帯してイスラエルの標的にドローンや長距離ミサイルを発射しています。外国人労働者担当次官は、外交省が人質を取った者たちが外国人の人質に害を加える予定はないとの情報を受け取ったと述べました。それにもかかわらず、彼は外交省が人事省、海上産業庁およびマラカナンと協力して状況を処理していると述べました。政府全体でのアプローチがあり、様々な政府機関がこれに取り組んでいます。私たちは市民に対して、私たちの船員を安全に取り戻すために全てが行われていることを保証しますと外国人労働者担当次官は述べています。人事省はこの記事の掲載時点で、人質に取られた船員の状況に関する詳細な情報を提供していません。イランはこの船の捕獲に関与していないと否定しています。船はホーティ派が制御するイエメン南部のホーダイダー港に連れて行かれたとされています。以上です。続いてのニュースです。11月22日の水曜日の朝、ダバオ市で未確認の銃撃犯がダバオ東部州のカテール町の元町長を射殺しました。ダバオ市警察署の広報担当であるヘーゼル・カバジェロ・ツアゾン隊員によれば、被害者はダバオ東部州のサン・ラファエル地区のジセロ・カスティオネでした。彼の運転手であるジュニー・カストロも負傷しました。初期の調査によれば、被害者たちはアルマ・ロゼンテスとして知られる女性の同伴者を含む部犯人で、朝食を終え駐車場を出るところで襲撃されました。警察によると、犯人は45口径のピストルを使用し、元市長の車に4発の銃弾を撃ち込みました。ツアゾン隊員は、襲撃犯が待機中のオートバイに乗り、見張りとともに犯行現場から逃走したと述べました。対応した警察官は、カスティオネス元市長の血まみれの死体を車の中で見つけました。銃創を負ったカストロは病院に急送されました。ダバオ東部州のニーニョ・ソテロ1時によれば、カスティオネス元市長は午前10時半頃に亡くなりました。警察はまだ事件の捜査の進捗を私に報告していません。それが政治的な動機があるかどうかは言えませんし、被害者の家族との連絡もありませんと、ウィ知事は報道記者に語りました。ウィ知事は、被害者が故ダバオ東部州知事のコラソン・マラニャオンの親戚であると述べました。また、カスティオネス元市長の息子は、町のサン・ラファエル地区のバランガイ議長に選ばれ、町のリガングマがバランガイの議長の職を狙っていたと報じられています。カスティオネス元市長は、エロックとして広く知られており、1982年に初めて副市長に選出されました。彼は1983年から1986年まで市長を務め、自動的な継承を通じて再選されました。以上です。続いてのニュースです。フィリピンの国防式では、11月20日月曜日にビサヤ地方の東部での激しい雨により、東サマール州と北サマール州のいくつかの地域が洪水に見舞われました。東サマール州の洪水の影響を受けやすい町、ジパパドとアルテチェでは、
市政府が11月20日に洪水の影響で非常事態宣言を発表しました。ジタパド市長ベンジャミン・ブエル氏は、洪水が火曜日に5から6フィートに達し、住民は安全を確保するために高い場所に避難せざるを得なくなりました。東サマール州災害リスク低減管理事務所の状況報告によると、影響を受けた町は、マスログ602家族、アルテチェ1187家族、ジカパド2192家族、サンポリカルト66家族、ドロレス3588家族、カンアビット117家族、メイドロロング243家族で影響を受けた総家族数は8518、個人数は32092です。マスログ、ジタパド、アルテチェ、およびカンアビットの各町も洪水に見舞われました。一方で、東サマール州から北サマール州へのアルテチェ・ジパパドラ・スナバス・ロアイスロードにおいて、バルガイ・ビゴでの通行がまだ不可能であるとの報告がありました。北サマール州では、カタルマンなど少なくとも5つの町で広範囲にわたる洪水が発生しました。カルバヨグ市では、継続的な豪雨により29のバランガイで土砂崩れと洪水が発生し、北サマール州知事エドウィン・ロングチュアン氏が州全体の授業を中止するよう命じました。サマールと東サマールの州全体でも授業が中止されました。北サマール省 DSWD は、洪水や土砂崩れの影響を受けた数百の家族に対する救援活動の準備を進めています。一方で、ジパパドの LGU は今朝非常事態を宣言しました。東ビサヤ地域防災事務所のディレクター、ロード・バイロン・トレカリオン氏は、火曜日時点で、カタルマン、ババットノン、ジパパド、カトバラガン市、ロペデベガ、カルバヨグ市、タガプラン、ボントクなどで土砂崩れが発生したと述べました。ニュースは以上となります。最後までご視聴いただき大変ありがとうございました。チャンネル登録、よろしくお願いします。またチャンネル登録、高評価いただいた方へ大変ありがとうございます。どうか素敵な一日を迎えてくださいね。では、ごきげんよう。